みんなボンジュー、ああ日向ぼっこ最高、気持ちいい。ずっとプリキュアラモードも忙しかったし、なんだかやっとゆっくりできる感じだわ。トレビアン、パルベさん、リカちゃん、ボンジュー、今日は可愛いお団子ヘアしてるわね。可愛い、ありがとうございます。パルベさん、ところで本当にプリキュアラモード終わっちゃうんですか？ええー、最終回も終わっちゃったけど。パルベさん、リカちゃんどうしたのよ。私大好きなプリキュアラモードが終わってしまうなんて信じたくありません。それに何より私パルベさんに変身できてません。わかったわかった、リカちゃんもう泣かないで。じゃあ今日はプリキュアラモードのキュアパルベに大変身よ。本当ですか？やったー。とりあえずここがなんだから、中に入って。はーい、いらっしゃいリカちゃん。じゃあリカちゃん、その服は邪魔だから脱ぎましょう。はーい。まずは白い粘土でドレスの土台を作っていくよ。マシュマロみたいにふわふわ。水色の粘土でスカートのひらひら部分を作っていくよ。ひらひらの形にカットしていくよ。こんな感じになったよ。わあ、いい感じ。それじゃありかちゃん、スカートの裾の部分に貼り付けていくよ。はーい。ペタ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 、できたよ。次はシエルちゃんのスカートのカラフルな部分を作っていくよ。ポン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 、この4色の粘土を使ってカラフルな部分を作っていくよ。こんな感じで全部を伸ばしたよ。今からカットしていこう。完成になったよ。次はこれをくっつけていこう。できた。これをスカートの部分に貼り付けていくよ。スカートはこんな感じ、カラフルになってきた。だんだん私に近づいてきたね。次は胸の部分を作っていくよ。こんな感じ。大きいひらひらを1枚作ってスカートに貼り付けよう。スカートをつけたら、このリボンをスカートの部分に。わー、私リボンが大好きなんです。次はシエルちゃんの首の模様をつけよう。できたー。どうぞ、私に近づいてきたじゃないの。やったー。シエルちゃんのトレードマーク、ペガサスの耳をつけるよ。かわいい。手とブーツを履いたら、お待たせしました、キュアパルベリカちゃんモード完成。これであなたは立派なキュアパルベよ。リカちゃん、やったわね。ありがとう。キュアパルベリカちゃんになれました。みんな、今日はとっても可愛いキュアパルベになれたよ。可愛いと思った人はグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いね。それじゃあ